先に、会議用について会議用について今は、スマホの入力状態は、日本語です、日本語状態です。スキャンしてみてください。会議をしません。そして入力は、キーボードの入力は英語に変更します。英語に今は英語の状態です。スキャンしてみてください。はい、開業しました。ですので、スマホの入力状態は英語に変更する必要がございます。そして大文字と小文字について今は小文字です。大文字に変更したいなら説明書のこれ、すべて大文字に変更、スキャンしてください。これです。変更スキャンしてみて、そしてスキャンしてみてください。今は大文字また小文字に変更したいならこれをスキャンしてください。これスキャンしてください。はい、スキャンしました。そしてこのコードをスキャンしてください。はい、見てください、小文字になりました。